はい、お久しぶりです。体調を崩してまして、更新が滞ってしまいました。まあ一応復活はしたんですが、まあちょっとまだまだ通院しながらになりそうです。で、今日は小ネタから始めます。小ネタって何かというとですね、これ以前クラッチのホース、クラッチ配管ね、ヤマハのマジェスティ S っていうビッグスクーターのブレーキ配管がちょうどいい長さですよと言いました。で、これゴム製です。ゴム製だとね、クラッチの油圧をかけた時にね、膨張してしまってクラッチフィールが悪くなるという、そういう問題がありまして、で、いろいろ調べてたんですね。いろいろ調べてたところですね。実は、ちょっと実物見てみましょう。これが、その、改善後の部品なんですけど、ステンメッシュの社外品が出てます。今、画面中央に映っているのがクラッチのマスターシリンダーですね。ステンメッシュ社外品が出てて、しかもそんなに高くないということが分かりました。これですね、これ。なので純正ゴムホース使うよりこっちのステンメッシュを使った方がいいかと思います。買う人はね、 2.6 メートルのものを買ってください。そんなに高くないです。3000円ぐらいでした。それから小ネタをもう一つですね。今これクラッチペダルですが、どう見ても純正っぽくないですよね。で、私は別にこれでいいと思ってるんですけど、純正っぽくないと嫌だと、特にこういう見える場所はという人も多いでしょうから、これね、純正っぽいペダルカバーないかなと探してみたら、 OMP のペダルカバーがなんとなく純正に見えるんですね。なので、こういうところも気にしたい方はそういう OMP のペダルカバーを買ってみてください。はい、それからもう一つ小ネタです。剣電テスターですね。これを買ってみました。何をするかというと、以前ね、ギアセレクションセンサーという部品があって、これは可変抵抗になってて、抵抗値によってギア位置がどこに入っているかを判定すると、まあ、それにその、ギア位置を信号に置き換えて F1 マジックコンピューターに送ったり、エンジンコンピューターに送るということを解説しました。で、ギアセレクションセンサーは N レンジに入れてないとエンジンかかりませんという話をしてて、ここにね、適当に固定してある部品がギアセレクションセンサーです。で、これN レンジで固定するように、加工してあるんですけど、まあ、見た目にかっこ悪いので、どうせ抵抗値を固定する必要があるんだったら、電気抵抗を測ってやってね、キャンセル抵抗を作ってやろうと思います。ということで、今日は電気抵抗この状態何オームなのか測ってみたいと思います。まあ、その後ね、抵抗とかコネクターを取り寄せてキャンセラーを作りたいと思います。はい、まず抵抗値測ってみますね。品番ちょっと暗くて見えないと思いますが、 2830A00640 という品番、こっちですね。こんな感じで、キャンセラーというか抵抗値を固定した状態の部品です。こちらの抵抗がいくつか測ってみます。抵抗値を測りますね。
真ん中2本がどうも抵抗の回路になってるようで、710前後ってとこですかね。安定しないですね。708とか9とかそんなもんですね。はい、じゃあ710オームで作ってみたいと思います。あ、まあ今日は抵抗ないんで、また今度ね。